続いての作品、こちらも昨日から大阪ステーションシティシネマナンバーパークスシネマットで全国ロードショーになっております。タイトルが長いです。あの花が咲く丘で君とまた出会えたらという作品です。このあの花が咲く丘で君とまた出会えたら、ぜひとも一人でも多くの若い世代の方に見ていただきたい作品だと心から思いました。現代の女子高生が1945年の日本にタイムスリップをして、そこで知り合った青年と出会って、どんどんお互い惹かれ合っていくんですけれども、実はその彼は特攻隊員だったっていう物語なんですね。とにかく泣けるっていうことで SNS を中心に話題になった塩見夏恵さんのベストセラー小説の、これは映画化になります。でこの原作者の塩見夏恵さんなんですけれども、中学校の学校行事で初めて知覧特攻平和会館に行った時に受けたその衝撃がですね、この小説を書くきっかけになったということなんです。この知覧特攻平和会館というのは鹿児島にあるんですけれども、私もこう人生の中で一度は行かなきゃいけないって思っているところなんですが、なかなか今行ける時間がなくって、でも必ず行こうと思っているところなんですけれども、ここには戦争関連の膨大な資料、それから特攻隊員の直筆の手紙とか写真、たくさんあるんですよね。その衝撃からその10年経ってもこの塩見さんの頭の中から離れなくて、でこの方は教鞭を取ってらっしゃったっていうことなんですけれども、教鞭を取るようになって改めて戦争について考えた時に、今自分の目の前にいる教え子と同じ年齢ぐらいの子どもたちが特攻隊員として出征していったんだっていうふうに思うと、もう怖くて危機感を感じてしまったということなんですね。で今の若い世代の人たちにとって戦争っていうのはどんどん遠い存在になっているのではないかとも感じたそうなんです。まあ、これから先祖父母さえもその戦争を知らない世代になっていく中で、この塩見さんは自分はギリギリ戦争を体験している祖父母がいるっていうことで、その自分がその最後の世代になるんじゃないかと思って、戦争の記憶を風化させないためにも10代の方たちに向けた小説という形でこの作品を書いたっていうことなんです。まさにその原作者の方が思いがね、しっかり詰まった映画になってるんですよね。私自身もなんかもう心の中にクサ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 入ってくるものがありました。で親や学校全てにイライラして不満だらけの高校生のユリ、この彼女が主人公になるんですけれども、ある日進路のことで母親とぶつかってしまって家を飛び出してしまうんですね。そして近所にある戦時中の防空壕に逃げ込むんですけれども、朝目が覚めると1945年の6月にタイムスリップしていた。これは終戦の2ヶ月前っていうことですよね。ですから10代の方が見る場合、終戦が1945年の8月15日っていうことがちゃんと分かっていればですね、本当にその手前に戻ったんだっていう、そこを分かると余計にこの映画はそのいいんですよね。本当に末期の苦しみっていうのがそこを皆さん分かっていただけると思うんですよね。でもそのタイムスリップした瞬間に自分がどこへ来たか分かんない、周りもなんかおかしいっていうところに、通りがかったアキラという青年に助けられて軍の指定食堂のおかみさん鶴さんに出会うんですよね。そして勤労学生の千代さんとか、食堂に来るアキラと同じ隊にいる特攻隊員たちと出会って、この鶴さんの食堂を手伝うようになる。お互いに惹かれ合っていくね、ユリとアキラ2人のささやかな幸せを感じるシーンというのはね、すごく微笑ましいんですけれども、先ほども言いましたように終戦は2ヶ月後であるっていうことをユリは知ってるわけですよね。
1945年の日本の情勢とか戦争っていうものの不条理さを感じずにはいられないっていう、その主人公ユリの気持ちっていうものがもう脚本にしっかり込められています。そして携帯もコンビニも何もない時代を経験して、そして空襲の恐怖をも経験することになる。そこでやっぱりユリは命の尊さを身をもって体験することになるんですね。ここをやっぱり10代の方に向かってやっぱり原作者の方は言いたかったんじゃないかなっていうシーンでもあるわけなんです。1945年、昭和20年の戦争末期を生きた方々の覚悟っていうようなものも感じられる作品なんですね。人を愛することの自由を奪われた男女、それでも抑えられないっていうのが恋だと思うんですけれども、2人の時を超えた愛から発せられるその深いメッセージっていうものをぜひ若い世代の皆さんに受け止めていただきたいと思います。今何でも自由に楽しめて、やりたいことがあれば何でもチャレンジすることができるんですよね。そして何でもすぐあれが欲しいって言ったらコンビニ目の前にありますけども、24時間空いてすぐに買えるわけですよね。そんな時代じゃないんです。ですから今のこの当たり前だと思っている今のこの幸せをぜひ皆さんにかみしめていただいて、戦争を繰り返してはいけないんだっていうことを実感してほしい、そういう作品になっております。ユリを演じますのは NHK の朝ドラの舞い上がれの福原遥さん、そしてアキラにはアウト、こちらもNHK の朝で今出演中の、ご元気の出演中の水上浩司さん、食堂のおかみさん鶴さんに松坂慶子さん、やっぱりいいですね。こう皆さんをぐっとこう引き締めていらっしゃいます。これは若い世代って私先ほどから何度も言ってますけれども、やはり親子でっていうか、ご家族皆さんで見ていただきたい、そして戦争っていうものをもう一度考え直してほしいっていう、そういう映画になってますので、この作品も先ほどの窓際のトットちゃんじゃないですけれども、老若男女いろんな世代の方に見ていただきたい、そういう作品になっております。花が咲く丘で君とまた出会えたら、ぜひご覧になってください。